能登町は、石川県の能登半島北部に位置するホース郡の町。旧鈴郡編集平安時代に入ると、荘園開発が進み12世紀半ばには、能登最大級の荘園である、石関下九条家領の若山荘が成立し、事実上の支配権は、日野家がその領主になる。荘園内にある、宝十寺や春日神社を庇護し、支配権を確立。鎌倉時代に入ると、 自動職も定められるが境外化し、引き続き日野市の支配が続く。三男、義一が松並に入部して自ら松並畑山氏の外、なり、以後100年近く同地を領した。旧富月市群、編集旧の都庁役場の都庁では合併当初から文庁方式を採用していたが、2020年1月6日に庁舎を統合しの都庁役場を新築。同時に、柳田、 内浦に総合支所を新設した。野登町役場総合支所2000年の国勢調査による産業別人口は下記のようになっている。旧野登町の中心街。コンセールのと付近から野登町役場、牛津郵便局にかけての範囲に3件のスーパーマーケットなどの小売店、飲食店など各種商店などが広がっており、近くには町立総合病院などの医療機関もある。 昭和時代後期に整備された比較的新しい地区。国道249号の藤波交差点の近くに大きなショッピングセンターとホームセンターを中心に、いくつかのレストラン、衣料品店、コインランドリーなどが集まっている。広い駐車場があり、証券はかなり広い。旧柳田村の中心街。能登町役場柳田庁舎付近、主要地方道鈴穴水線沿いと南側に、 並行する町道沿い、柳田温泉付近までの地域に小規模なスーパーマーケットや商店などが集まっている。元来は旧柳田村の一集落だったが、鈴道路の整備と共に発展し、鈴道路の上町交差点の西、鈴道路並び旧鈴公域農道に接続する石川県道288号鈴上ネア派線の分岐点の付近にコンビニエンスストア、 飲食店、ガソリンスタンド、パチンコ店などが集まり、その規模こそ小さいものの、昼夜を問わず人が出えない。旧内浦町の中心街。旧のと、鉄道松並駅跡,跡の付近には、スーパーマーケットや、ホームセンター、飲食店などが集まる地区がある。京農信用金庫本店鈴警察署のと、庁舎警察、編集鈴警察署のと庁舎消防。 編集奥野と広域県事務組合消防本部医療、編集国の行政機関、編集厚生労働省会場保安庁、高等学校、編集中学校、編集廃校小学校、編集廃校多目的交流施設、編集図書館、編集博物館、美術館等、編集体育施設、編集野と空港輪島市、穴水町、野都町にまたがり、2003年に開校。 羽田空港と毎日に往復の便が就航しており、首都圏からのアクセスが容易となった。町内を鉄道路線は通っていない。鉄道を利用する場合の最寄り駅は、能登鉄道7尾線穴水駅。廃止路線、編集2005年3月31日までのと、鉄道能登線が運行されていた。町内に設置されていた駅舎は、以下の通り、川駅7、三駅駅,南駅。 富士並駅、牛津駅、羽根駅、高麗駅、城門、真脇駅、99湾小木駅、白丸駅から、きゅうり、川尻駅、松並駅、小石駅、地方、港湾、編集漁港、編集自然の中にある自然を観察できる、植物園。星の観察館、満点星にはプラネタリウムがあり、また、夏は、星の形のバンガロー、アストロコテージに人気が集まる、バーベキューのできる、施設、 和風の無料休憩所などもあり、百にも届くという意味で名付けられた大小多数の入り江が続くリアス式海岸。約6000年前の縄文時代の遺跡が出土した場所。近くに縄文マーギ温泉もある。川底に穴が多数開いているもの。道路上の案内が紛らわしく違う道に入り込みやすい。菅原神社の久田船長非温泉。編集民宿、編集。 ありがとうございます。